木村武雄は、日本の美術監督、映画監督、東京都恵比寿出身。日本映画、テレビ美術監督協会顧問、日本映像美術協議会、J b a 昇進祭委員長、日活芸術学院学院長、映画美学校理事、東京工芸大学芸術学部客員教授、京都造形芸術大学映画学科准教授を、務めた。10代の頃より、舞台美術監督、 伊藤喜作に指示。1941年、日活に入社。しかし、翌年に、日活は、新興キネマ、大都映画と合併して大映となる。海の呼ぶ声で、美術監督に昇進。1954年、映画制作を再開した日活映石。1963年、悪太郎をきっかけに、鈴木清順監督作品の美術を担当。 清純美学と呼ばれるその作風の創造に大きく貢献する。1966年には、清純を中心とする脚本家グループ、グリュー八郎を、山和屋厚志、田中洋造、曽根中世、岡田博山口誠一郎、新貝康明と共に結成。鈴木が日活から干された後は、 その復帰運動にも大いに尽力するが多忙もあって復活後の鈴木作品においては7本中2本を担当とかつての不動のコンビではなくなった。日活がロマンポルノ制作へと転じた後、1972年にフリー以降は林海生など若手監督の作品にも積極的に参加した。1991年、 四季部物語が第14回モントリオール世界映画祭で最優秀美術貢献賞を受賞。1992年、訓四等曲日賞受賞を受賞。2004年には自身初の監督作品となる短編映画無限方向を公開。2008年には長編映画夢のマニマニを公開し、これが 長編映画監督デビューとしては世界最高齢であるとしてギネスワールドレコーズに登録された。さらに2008年8月には長編第2作目黄金家の撮影が行われた。プロデューサーに林聖内と高橋万名が参加。出演に原田吉夫、松坂慶子、松原千恵子、江澤萌恵子、三条美希、長戸博之、河津雄介、 ノロケイスケ、まるわからが参加。現役の映画監督として、新藤兼人に次ぐ、高齢監督となった。2010年3月21日、間質性肺炎のため死去。91歳を打ありがとうございます。